こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。G1 クライマックス参加選手が発表されて、ますます盛り上がりを見せる新日本プロレスですが、この発表があったことで、新たな伏線が芽生えてきたように思います。そんな今回は、この伏線の終着点を大胆に予想していきますので、最後までご覧ください。それでは早速、行ってみよう。中間地点。毎年新日本プロレスのストーリーの終着地点と言われる東京ドーム大会から見て、先日参加選手が発表された G1 クライマックスは折り返しの中間地点と言えます。今年の G1 クライマックスはジョン・モクスリー選手や高木慎吾選手などの初参加選手が多く出場する大会となり、大注目となっています。そんな中間地点の G1 クライマックスを目の前にし、何やら過去に撒かれた種が芽を出し出しており、この伏線がどこへ着地するのか考察してみました。新ユニット。 G1 クライマックスという大会は他軍団選手との抗争という一面もあれば、身内選手との競争でもあると言えます。そんな競い合いの中で新たな火種が生まれることもあり、ロスインゴのイービル選手は恒例のグータッチを拒み出しています。これは G1 参加が決まり闘志をむき出しにしていると取ることもできますが、ユニットに対し何か不満があるとも取ることができるのではないでしょうか。そして鈴木軍の太一選手もここしばらくはボスの鈴木選手と絡む機会がほとんどなく、ツイッターではタイミングと内容的にボスを否定しているように取れる発言も多く見られます。特に G1 へ参加ができなかった鈴木選手はリング上で猛抗議しましたが、これも火種を生みそうな気がしています。この段階で2名の選手が軍団離脱を匂わせており、この2人が中心となって新しいユニットが結成されると面白くなるのではないでしょうか。メンバー。ここからはこのユニットができた時に参加する可能性のある選手を考察していきます。まずは健太選手です。以前所属していたプロレスリングノアでは反体制的ユニットを結成することが多く、先の2人と健太選手が発起人となり新ユニットをスタートさせると考えるとスマートな気がしています。常に違和感でありたいという発言は新ユニットと考えると腑に落ちますね。次にジョン・モクスリー選手です。モクスリー選手も新日本へ定着すれば何らかのユニットに所属する可能性もあると思います。彼のヒールのようでベビーのようなキャラクターを考えると、所属するユニットは限られて、イービル選手、大地選手、健太選手のようなヒール色のある選手たちと見事にシンクロしますよね。そしてトーアヘナール選手。彼はファンが密かに期待する選手で、他ユニットへ移籍すると以前から言われている選手でもあります。今一つトップのステージに上りきれていない彼は、新しいユニットに所属することで一気に注目される選手になるのではないでしょうか。新日本プロレスはユニット同士の抗争に重きを置いていなく、ユニットの解散や消滅、誕生などは盛んに行われてきませんでした。しかし膨れ上がったこの選手層を今のユニット数だけでカテゴライズするのは窮屈になってきますし、新しいユニットは選手を一気にスターダムへ押し上げ、団体の活性化に一役買います。ブッカーが変わったと言われる新日本で新たな風が巻き起こるか、楽しみでなりません。今日はここまでです。私の予想はいかがでしたでしょうか。この考察への皆さんからの意見も聞かせてくださいね。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。